パトロールキャップを着用した、米陸軍レンジャー隊員パトロールキャップは、アメリカ合衆国で戦闘棒として考案された、帽子である。単に野戦棒とも呼ばれる。大まかな形状は、ケピ棒を踏襲しつつ、野球棒とも似ている。棒自体は柔らかい布で作られ、丸型のひさしはそれよりも、硬い布が使われる。天井部分は、おおむね平坦である。その形状から、 丸天防止とも呼ばれる。原型となった M1951 や1 0棒は、朝鮮戦争の際に、全天候対応の戦闘棒として考案され、前線だけではなく、戦線後方の中屯地内でも軽便な作業棒として広く着用された。ヘルメットの下に被ることもできたが、状況に応じて、パトロールキャップだけを被ることも多かった。 パトロールキャップが軍用として採用される以前、1860年代に、米国のメジャーリーグベースボールの野球チームである、ブルックリンエクセルシオールズにて、現代の野球棒につながる形状の、ブルックリンスタイルベースボールキャップが、初めて考案された。その後、1870年代には、パトロールキャップの形状に類似した、円筒形のピルボックスキャップが登場した。ピルボックスキャップは、 野球帽としての流行は一時的なものに終わったが、その後も散発的に採用するチームが現れていた。1976年にはナショナルリーグ創立100周年を記念して、ニューヨークメッツ、フィラデルフィアフィリーズ、ピッツバーグパイレーツがピルボックスキャップを復活させており、特にパイレーツはこの帽子を採用して1979年のワールドシリーズを制し、 その後も1986年シーズンまで採用していた。一方、陸軍の野戦装備としての欠備棒が採用されたのも19世紀半ばのことである。歴史上、アメリカ軍が最初に採用した略棒は、1825年に車工棒の代用品として設計された風車型と呼ばれる形式のものだった。一般にホラージキャップとして知られる欠備型略棒が、 作業及び野戦用装備として採用されたのは南北戦争直前の1860年頃で、1872年には欠備型略防の不足を補うためにキャンペーンハット型の略防が採用された。第一次世界大戦勃発の時点では官房型のサービスキャップとキャンペーンハット型のサービスハットが標準的な略防として用いられていた。アメリカ外政軍では オーバーシーズキャップとして知られるイギリス風の船型棒も用いられたカバナザン収容所へ向かう米陸軍レンジャー隊員右の兵士は野球棒型の野戦棒を左の兵士はデイジー名型の野戦棒を被っている第二次世界大戦が勃発した時点でアメリカ陸軍ではデイジーメイと通称されるブーニーハット型の作業棒を採用していた アメリカ軍では1908年に青いデニムチの作業服を軽作業向け装備として採用しており、デイジーメももともとはこれに含まれる作業棒の一つだった。1941年5月、陸軍では野戦装備への転用も想定して作業服の布地を OD 色ヘリンボーンツイルチに改める旨を発表した。デイジーイは野球帽に近い形状のキャップとともに、 この一式に含まれたハットであり、本来は整備要員などが作業棒として着用することを想定したものだったが、太平洋戦線では戦闘棒としても広く使われていた。1943年には M1943 制服が考案され、この一式に含まれた M1943 野戦棒が対戦を通じて、 アメリカ軍における最も一般的な戦闘棒となった。野球棒に近いドーム型の銅を備えていた HBT 作業棒とは異なり M1943 や1棒は円筒形の銅を備えていた。朝鮮戦争頃に韓国で撮影されたアメリカ軍人ら。共に M1951 や1野戦棒を着用している、いわゆる M1951 や1野戦棒の 正式名称は M1951 ポプリンコットン製、防風や戦棒であり、朝鮮半島の厳しい環境を踏まえて設計された M1951 制服の一式に含まれていた。基本的なデザインは M1943 や戦棒に習ったものである。M1951 や戦棒はオリーブドラブ色のコットン製ポプリンから縫製され、また耳と後頭部を覆う。 折りたたみ式の防寒用防水布はウールのフランネル製だった。棒自体が柔らかいため、そのまま M1 ヘルメットをこむることもできた。軽便かつ機能的な略棒として、前線の他へ内でも好まれ、1950年代を通じて広く使用された。パトロールキャップという通称は、朝鮮戦争中に米陸軍レンジャー隊員が、 パトロールなど様々な特殊任務の際に使用したことに由来する。リジウェイキャップ。帽子として中佐の階級章を取り付けている M1951 や1000棒は被りやすい、略棒として好まれていたが、一方で柔らかく形が崩れやすいため、だらしなく見えるとして嫌う証拠も多かった。また、1952年に採用された。 OG-107 コットン製ハミ予防も同様の問題が指摘されていた。後にはこれらの戦闘棒を着用する際には、洗濯糊やボール紙などの補強材を用いて直立させるようにとの命令も出されている。1953年にマシューリジウェイ将軍が参謀総長に就任すると、軍人らしさの向上に一層と力が入れられるようになった。こうした中で、 パトロールキャップのデザインを踏襲しつつ、最初から形が崩れないように補強とアイロン掛けが施された帽子が民間で製造されるようになった。この帽子はリジウェイの名を冠してリジウェイキャップあるいは形状からコーヒー缶と通称された。リジウェイキャップは正式採用されず M1951 や1000棒や OG-107 汎用棒を更新することもなかったが、多くの兵士は、手法で私的に、リジウェイキャップを購入し、普段から使用していた。同型の帽子の中で人気が高かったのが、ルイスビルキャップ製のスプリングアップというモデルで、くたびれない、作業棒という宣伝文句で販売されていた。熱帯用野戦棒を着用した、召喚1958年から、 陸軍は新型戦闘棒の模索をはじめ、1962年には熱帯用野戦棒が採用された。この帽子はパトロールキャップのデザインを踏襲せず、より野球棒に近い形状をしていた。熱帯用は防寒用防水布がないことを意味しており、実際には全天候対応の戦闘棒として用いることが想定されていた。しかし、 ベトナム戦争に従軍した兵士からは極めて不評であった。熱帯用や戦棒で採用されたポリエステル及びレイヨンの布地は熱帯地域で着用する場合は熱がこもりやすかったほか前頭部が補強され高くなった伝統的な野球棒のスタイルが兵士たちから嫌われていたのである。このため現地では前頭部の補強を潰すなどの改造を加えたり、 代替品を購入するものも少なくなかった。ベトナム戦争末期には、テンボタンが廃止された改良型の支給が始まっている。熱帯用や戦防は1985年まで使用された。ベトナム戦争の際にはブーニーハットも代替品として好まれたが、軍人らしくない帽子だと嫌う証拠も多かった。なお、後年になってからダック戦闘服の一部として、 ブーニーハット型の野戦棒が採用され、湾岸戦争を通じて広く使用されている。結局、熱帯用野戦棒は、従来のパトロールキャップのデザインを受け継いだ、戦闘棒で更新されることとなった。新たな戦闘棒は、明細棒と呼ばれ、1981年に採用された M81 戦闘服の一式に、含まれた。素材はコットン80%。 ナイロン20%だった。当初の明細胞は BDU と同様の M81、ウッドランド明細パターンが施されていたが BDU の砂漠地帯向けバリエーションであるだけ戦闘服用の三色砂漠明細も用意されていた。後に BDU が改良されるとそれに合わせて明細胞の材質や明細パターンも変更されている。2001年 参謀総長のエリック親戚将軍は同年6月以降一般部隊が BDU 着用時に用いる略棒を黒いベレー帽に改める旨を発表した。従来ベレー帽は特殊部隊をはじめとする一部陛下のみで採用されており黒いベレー帽は陸軍レンジャーの象徴だった。この規則は同年の6月14日より施行された。ただし以後も パトロールキャップは使用され続けた。2004年に考案された A 氏戦闘服の一式にも含まれており、通常は黒いベレー帽を用いるとしつつ、指揮官の裁量によっては、パトロールキャップを用いることも認められていた。ベレー帽も戦闘帽としては不評だった。着用時に熱がこもりやすかったほか、日差しを遮る日差しもなく、こうむる際に両手を使わねばならないといった問題が、 あったのである。また、多くの兵士は、諸作業や前線での活動において、パトロールキャップの着用を好んだため、常に二つの帽子を持ち歩き、状況に応じて何度もかぶり直さねばならなかった。2011年、参謀総長マーティン・デンプシー将軍は、現場の将兵の意見に基づいて被服に関する規定の改定に着手した。そして同年6月14日、 陸軍令2011から11の元 A 氏戦闘服の着用規定が改められ、パトロールキャップは再び標準的な略防と位置付けられた。なお、新規定の元でもサービスユニフォーム着用時にはベレー帽が用いられるほか、A 氏戦闘服着用時にも指揮官の裁量において、性防として用いられる場合がある日本の陸上自衛隊でも、 パトロールキャップは作業棒として2017年現在も採用されている。前身の警察予備隊及び保安隊では、大日本帝国陸軍と同様に鉄棒の下に装着できる絵防止型の戦闘棒が採用されていたが、自衛隊の発足とともにアメリカ式の発覚棒やパトロールキャップに置き換えられた。陸上自衛隊では平時には型崩れを防ぐ目的で、パトロールキャップの頭頂部に、 感情のピアノ線を装着することが多い。ありがとうございます。